訓練された警察犬が小包に向かってひっきりなしに吠えており、犬の興奮した反応は人々を警戒させた。同行した警察が小包を開けると、その場にいた全員が信じられないという表情で見つめ、目の前の不思議な光景にショックを受けた。メキシコのトシトラケパケという小さな町は警察犬の発見によって大騒ぎになり、停留所の定期検査中に警察犬が異常に不審な荷物を発見し、すぐに大声で吠え続けた。現場の警察たちは警戒態勢に入り、この地域の特殊性を考えると、警察は犬が発見した小包に金製品が隠されているのではないかと推測した。この地域では過去にも同じような事件があることを知っていた彼らは犬の異常な反応を特に重視し、その裏に危険が潜んでいる可能性を恐れた。彼らは慎重に小包に近づき、真実を確かめるために小包を開けることにした。小包を開けた瞬間、その場にいた全員が目の前の驚くべきシーンに深いショックを受けた。小包の中には生きたベンガルトラの子が丸くなっており、彼らは周りの群衆を見回した。すぐに状況を把握した警察はこの小さな生き物の脆い状態にすぐに気づき、この子トラを適切に保護して慎重に世話をした。入念な診察の結果、獣医師チームはこのベンガルトラは生後2ヶ月ほどで、母親の愛情と世話に非常に頼っている重要な時期にあり、残念なことに彼は母親から引き離され、見知らぬ寒い異国に持って行き、一人ぼっちになってしまった。さらにひどかったのはその小包には細切れにされた紙切れ数枚しか入っておらず、基本的な生存を維持するのに必要な食べ物や水すら入っていなかった。ありがたいことにこのような苦境にあっても、コトラに深刻な健康問題はなく、軽い脱水症状が見られただけだった。コトラが最善の治療を受け、科学的で適切な介護を受けられるようにするため、警察当局はコトラを専門の野生動物保護団体に引き渡すことに決定した。彼らは地元の野生動物保護センターに連絡し、専門家の指導のもとコトラは適切なケアを受けた。彼は最初の不安から徐々に新しい環境に慣れ、人々の愛と思いやりによって徐々に元気を取り戻した。地元で評価されている野生動物保護センターで、コトラは大切に育てられており、毎朝スタッフが栄養バランスの取れた食事を用意し、コトラの成長に必要な栄養素をすべて摂取できるようにしていた。広々とした明るい生活エリアにはクライミングフレームや小さな障害物など、コトラが体を動かすのに適した様々な設備が設置され、生まれつきの身体能力を高めていた。また彼の精神的な健康を促進するために、思いやりのあるスタッフが様々なおもちゃを用意して遊ばせた。さらに専門の獣医師チームが定期的な健康チェックを行い、病気にかからないようにリアルタイムで健康状態を監視していた。人間のきめ細かなケアとバイオニックな環境の組み合わせにより、コトラは安全で快適な環境で成長し、活発で生き生きとした一面を見せることができた。コトラは丁寧な世話のもと元気を取り戻し、生き生きとした可愛い一面を見せることができた。最初の出会いを思い起こすたびに人々はとても感動し、もしその警察犬が荷物を発見したのでなければ、そして警察の素晴らしい判断と断固とした行動がなければ、彼は今とは違う結末を迎える可能性があり、もしかしたらこの世界から消していたかもしれない。しかし人々の優しさと勇気のおかげで、このコトラが再び生きるチャンスをもらった。現在コトラを救出した警察は時々犬を連れて彼を訪ね、生活環境や健康状態を確認しに来た。その後コトラは専門の動物保護団体で入念な世話と指導を受け、やがて自然に戻るようになった。自然界の動物であれ私たち人間であれ、すべての生命は尊重されるべきである同時に、人間の行動についても深く考えさせられた。私たちは動物をおもちゃや利益のための道具として扱うのではなく、彼らを尊重し守るべきだ。文明社会が進歩する一方で動物の権利保護は無視されがちであり、これは生態系のバランス維持に関わるだけでなく、社会の文明度を示す重要なものでもあった。それぞれの動物は生態系の中でかけがえのない役割を果たし、生物多様性と生態系のバランスを保っていた。この青い地球上のすべての生命を守るために力を合わせ、人間が自然と調和して生きるより良い未来を共に築いていきましょう。このコトラが健やかに成長し、将来幸せな生活を過ごせることを願っています。
そして私たちが警察や獣医師たちのように、身の回りのあらゆる生命を保護することができますように、最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。